どうも、クメブローズです。おはようございます。いやー、夏だね。うん、暑い。ちょっと今日、また急遽呼び出して、すいません。はい。波はあります。どんくらい？腰ぐらい。ちっちゃいです。でもこれぞ湘南。夏の湘南っていうのをね、皆様にお届けしたいと思います。夏休み？そうです。僕の夏休みが始まりましたよ、ついに。見て。33度。やばいです。そしてね、こいつの活躍できる季節になってきましたので、これで行こうよ。で、視聴者の方にさ、実は名前を募集したんですよ。あ、そいつの。そう。すごいいろいろ来てたじゃん。うん。命名します。クメブロケット。クメブロケット。それあったの？コメントの中に ありました。その方の名前を採用させていただきました。その方センス疑うわ。いや可愛いじゃん、なんかもうクメブロロケットでクメブロケット。いいね。ということで行きますか、カイ一緒に、はい、乗って。これはねマジで調子いいから、とりあえず来たのが積んで。はい。お願いします。2本だったら余裕だからね。うん。新兵器を導入しました。おコンパクトテント初お披露目で、これをこうやってまず投げて手伝おうか。大丈夫大丈夫。そうなんです。これは一人でもほら立てれるっていう。おお。マジ良くないかい。うん、壊した。いや、これおかしい、不良品です。これ不良品、見て、これ組むのが おかしい。ここに丸がついてんのに、こっちに丸がついてないから、こうやってやると飛び出てきちゃう。あ、嘘だ、した2個あんだよ、2個多分2段で伸びるんだ。なるほどなるほどね。どうですか、かいちゃん。最高。案件これ。え？案件？全く案件じゃないです。普通に自分で買いました。いやー。すげえ。最高。一人で持ち運べるぐらい軽いし、ね、うん、一人で立てれると。そう。最高だよ。これで回ももう10時間撮影できるね。ということでね、真夏の湘南サーフ。クルーズですね。見て。波ないっけ？大丈夫？波ないってパッと見思うじゃん。でも不思議とこのツインフィンと僕をが乗ると、あれちょっと波あるんじゃないかなっていう風に思わせたいと思います。なんたってかい朝から呼びつけたんだ。やばいし、さすがにそれでボツは。じゃあ準備します。はい。自分が日陰入っちゃってん。俺の入るとこはないですね。え？俺の夏のマストアイテム。うわ、涼しい。これフリサ、これないとやばいよね。絶対日焼け止めはした方がいいよね。俺もしてるし。絶対超涼しくない？うん。まあさ、でも本当にさ、最近はさ、ずっとお仕事忙しかったじゃん。だからたまにはさ、のんびりやろうよ。いや、バシバシやってくれよ。こんな殴られちまうよ、波。バシバシ乗ってくんねえと。そうだね。なんで水の中で持ってたの？柔らかくなっちゃうじゃん。熱で。熱でワックスが、うん。だからこう、水で冷やすとワックスがこう締まるから、濡れるようになる。裏技？裏技なのかな？意外にみんな知ってると思うけど。だから飲み水とかバーってかけるだけでもだいぶ違う。そうすると固まるから、綺麗に塗ることができる。行ってきます。はい。お願いします。お願いします。
お疲れ様でした。お疲れ様です。アキト来たね、途中から。寝坊だよあいつは。あいつはダメだな、寝坊で。もうでもまあ今日はのんびりサーフィンなんで、僕もアキトもツインフィンで、まあゆるっと楽しみました。ということで、お知らせです。クメブローズステッカー新たにまた作りました。もうおかげさまで皆さんがもらってくれるので、新たに作り直したのと、あとは、僕たちクメブローズボイシーというラジオ配信をしてますので、そこでは YouTube で見れない、話せないような内容をラジオとして話してますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。それでは素敵な週末を過ごしください。クメブローズでした。ハッピーウィーケン。水入ってきていい？お願いします。走って行ってきた方がいい。もう暑くて死んじゃうよ。